どうも、メングシューターと申します。今日はゲーム実況やってまいります。三国志 14PK リアオトン政党シナリオ、皆さんからですね募って教えていただきました。このリアオトン政党の構想面これを、やってみてくれということでですね、私ね若干ロケハンしました。ロケハン、ね、ちょっと触りだけやってみましたけど、まあ私ね最初を乗り越える方法は一つ見つけましたけど、どうしようもならない問題がいくつかありますいやー面白いですけどね、面白いですよ、うん、ちょっと配下武将から見てみましょうか。配下武将はですね高尊一族が3人、高尊卿が結構年なんですね、65歳こういうことになっております。で、君主は高尊円、爵位は王ですね、皇帝ではない円王、高尊円ということですね。あとはですね個性から見るとこの歓喜が猪突みたいな顔して猪突ではない、でこんな顔して気弱そうなのに猪突がいると、猪突一人いるのでこれは気をつけましょうと。あとはこの昇進ですね、このリトルハート、これはね本当ね勝手に帰っちゃいますからね、ちょっと士気が赤くなれば帰っちゃう、手数が減れば帰っちゃう、プラス高尊卿情弱持ってますから、退却中弱い、虚弱持っててこれ怪我しやすいと。これ高尊卿かなりダメキャラっすね。これね顔はねちょっと晴れ晴れした顔してるのに顔とね内容が合ってない。で君主高尊円ですね、戦法がなんと固有戦法持っております。さぞかしいい戦法かと思いきや挑発付与式ダウンというですねダメージはなしと、挑発を下手に与えてしまって大丈夫かという感じですね。まあ、式のダウン具合によっては結構使えるかなと思いますけど、まあ罵声持っちゃってるんで行軍ダウンする分罵声の方が有能なんじゃないかってね気がしないでもないんですけどね、いや罵声の方がいいんじゃないかな、これ感覚も12だし戦法感覚も、いやーちょっとそれは困るな。ただ見たいですよねこういう戦法ってね、出してんの見たいんだけど、出たら外れみたいな感じでやっていきましょうか。じゃあまあそんなところですね。メンバーははいオリジナルメンバー6人、難易度は星5、5と結んで南北から義にこうしたい。何言ってんだよ、結んだってどうしようもないとこにいるじゃねえか、もう右上のさ。分かった分かったじゃないよ。ただね兵数4万いるんですよ、小規模なのに。小規模兵数4万だからまあまあやっていきますけど、これはですね歩兵がいらないと思います、よっぽどなことがない限り。とにかく勝ってる分には歩兵がいらない。で、義勇兵入りますんで、歩兵したらですね、もったいないわけですね。で、お金が15,600。これが多いか少ないか、少ないんですね。兵糧も9万。小規模パンパンなんで、これも少ないんですよ。物資が少ないんですよ、これは。意外とこう見えて。で、最初、負を成長するのに結構経費使いますんで、15,000なんてすぐです。だからねこれ罠とか作っていろいろやろうと思ってもすぐお金なくなっちゃうんで、あんまり無駄な罠作れない、そういうことですね。で真っ先に思いつくのがですね外交をやっていきたいんですけど、外交ですね36日かかります。どこにいるんだろう、洛陽かなですね、洛陽ですね、36日かかります。で一番いいやつ送ってもですね断られることがありますね。うん、大体配信でですねここで同盟組んでですねずっと国力上げてるっていうね、それ配信つまらないやっぱ戦い続けないといけないんだ配信だから。というところでなんとかですね戦って勝つ、そして北平に乗り込む手段を考えましょうというところではやっていきましょう。はい、現完食でですね俸禄をこんなに食べます。これ1回全回にしていいですね。
このブースト効果欲しいんですけども、言うてこの程度なんですよね。知力、政治も4上げたところで何にもならないし、ただ指揮兵数の程度で言うと9000ぐらいは欲しい。というところですね。優先でブースト付きなんで、ここら辺で手を打っていこうと思います。全員下がるんですね、中世。めちゃめちゃ下がるんですね。飛燕とかバカみたいに下がるんだけど、これ。どうなんのこれ。86か、大丈夫かな。はい、官職全員こんな感じですね。変えときました。あと一人誰だろう。あと一人いない人がいる。高村強ですね。はい。これでよろしいでしょう。大丈夫かなこれ。報酬を与えた方がいい？大丈夫だね。いけますね。そして姿勢なんですけども、ガドですね。で、ここですね、知力を上げておくと感触で、高村強を入れられるんですけども、まあ入れたとって変わらないんで、命令書が増加が1個増えるんですけども、この船を代わりにですね、人事に入れられますよね、枠が空いて。ただ船3なんで、変わらないんですね。手数の無駄ってやつですね。なのでこれでセレテって5にして終わりです、人事は。あと支援のこれは何でしたっけ、施設開発ありますけど、これもレベル2という。残念ですね、ほんとね。まあ一人じゃそんなもんですからね。レベル5あっても軍学大までしか作れない。でこちら都市の耐久回復と建設速度が上昇、これもいらないんだよな。次に内政です。内政は歩兵いらない、訓練いらない。重要なのはここですね、靴子港ですね。ここの占領範囲、保存庫、これが一番重要。お察しの通り、ですね、重し乗せないとここに乗っかって終わりです。まあ重し大体用意してきますけど、まあ、それをどうやって打破するかですね。はい、であとは商業にして全部埋まります。どうぞご安心を。はい、こうやってね、決まってるんですよ、これもう初手というかやり方、完全に多分これバチッとはまるように決まってると思います。うん、そうやって作られてるのかな。まあ主役ですからね、ここね。はい、ということで最初のターン見て参りましょう。どんな感じで動いてくるか。1万4000出してきました。これはどう来るか。お、南に行った。こちらに来ないのかな。あ、来ますね。なんか動きがおかしいな。報告がある。さっきのターンでですね、米を5000ぐらい買ったんですけど、なんでしょう、誰かが飲み込んでるのか、グビグビと減っていきますね。誰か飲んでるんでしょうか、資源を。どうもね、正体が分かりました。これ兵数が4万だから、もう兵糧減っていきます。これ維持できてないんですね。だから定期的にですね、買わないといけないわけですね。確認してほしい。維持できないから。ということは金も維持できない。もうずっと探索ですね、これ。とりあえず北兵17000、ずっと北兵だけを見つめる生活でございます。やってくんのかい、くんのかい、それ。そんな半端に1万残して、でこれ何やってんだ、これこれなんだ、漁師かこいつは。環球圏よう分からんな。一応これ重しだと思うんですけどね、やってるのは。なんでしょうね、行くつもりないんで重ししなくていいと思うんですけど。このターンですね、高村強かな。高村強の足が速いんで、一番速いと言っても長打でございます。高村炎でもいいな。高村炎でもいいか。高村炎の格欲がちょっとなんかいい感じするんですよね。なので高村強を先に後ろを回らせるように。でこの混乱が結構ね、貴重ですよね。8000出すとちょっと痛いか。5000でも痛いな。4000、もう感触与えた意味あんのかという感じですが、これで後ろ回っていきたいですね。加工派が乗り込んできそうですね。あと一歩乗り込んでくるか。よし、いいぞ。これで次のターンで多分消える。報告がある。
このままおそらくこれですね、兵格を目指してくると思います。北兵、続編はなしですね。一部隊だけで乗り込んできたんだ、こいつはすごい。でどうかな、くっつくかな、ギリギリくっつかないで平坦切れる、いいぞ。思った以上に計算通りだ。どうぞご命令。よし、くっつけくっつけ。ここで逃げられちゃ困る、果敢を持っている。これで加工派取れればもういいんじゃないですか。もう北兵攻めてもいいぐらいですよね。よし、加工派止まってる、倒せるかどうか確認してほしい。さあ加工派撃破し、捕らえる。よしよし、え、これで加工派がもしこちらに入ればもう北、おっとさらに来ている。しばしって入るの、え、これでもあれでしょ、宗栄だからしばしは入りますよね。しばいが別に君主なわけではない。緩急権も取れる。一人取れたというところで私たちは期待が膨らみまくりだが、これを取れるかどうかなんですよね。しかもですね、この戦いで私たち兵糧2万ちょい行かれている、2万ちょい減っている。金だけは最初の時より1000増えている、たったそれだけだ。ただ兵糧2万ちょい、トータルでは物資減ってるのではないかというところ。しかし加工派という心強い捕虜持ってきた。いや、これはキャンプか、キャンパー行くしかないな。誰が持ってんだこれ、歓喜ですか。歓喜、今6月中旬、加工派中世95、9月で80代、12月かな、半年かな。結構兵糧きついけど、で歓喜がいなくなるのちょっとでかい、ここら辺ちょっと上手に使っていかなきゃいけない。高村教は全然使えないし、まあとにかく一回戻りましょう。はい、義勇兵ですね、1回目。これで3000増える。こんな感じでいくと絶対溢れますからね。今外にいるので1万で3000増えて4万5000ですね。何にもしないで5000増えてますからね。お、あ、どうなんだこれ、どういう動きなんだこれは。あー、切れましたね。さあ切れました、各所より報告だ。よくわかんない動きしましたけど切れましたね。まず緩急剣しばしか、しばしとかで取れるのかな。これ芝居が都督でいますけど、あ、配偶者いるからダメだこれ。これはもうどうでもいいや、どうせねやっちゃうだけだから。これは捉えても、で緩急権は親がいるかな、緩急校親はいいんだ。配偶者いるかな、いないよね、緩急校だけで。親愛が、え、宗栄か、宗栄が親愛だと来ないんですよね確かね。あ、じゃあ取れないや、どっちも取れないや。さあしかし捕らえて処断できれば締めたもの、相手の戦力を削ぐことができる。しばし緩急権は結構大きいですからね。さあ行ってみましょう。おお、牽制とか打ってきやがる。ん、もしかしてお前気略規律寒波、規律がいけませんね確かね。自部隊混乱にならない、なるほど、わかりました。混乱ではないということ。お、豪華かまして、でもかまして自分らがやられてるよこれ。さあそして海に出ましたね、しばし海に出たが、こちらの方が上手じゃないか。そうでもないな、同じくらいだ。さあどうでしょうか、やれるのかどうか。で海に逃げてく、逃げてく、海に引っ込んでる。大丈夫か、大丈夫か。それで
しばしは逃げられ確定かもしれない。うん、で緩急弧どうなるか。緩急弧じゃない、緩急剣。あー消滅か。さあそれでは12月ですね、捕虜見てみましょう。加工派、さあどうでしょうか。なんか嫌な予感するんですよね。中世下がらない。義兄弟とかいないですけど、父親加工園、親愛加工源、加工師っていうか加工一族かで、そうそうも親愛、超玉親愛、脅威親愛、超極脅威はいないと思いますけども、加工園まだいるかな。低軍山、低軍山終わってるはずなんだけどな。まあでも何しろ加工源、加工師、加工一族がいるのか。加工者、多分加工者いないよね。加工医、加工系、加工家がいるか。いやどうかな、ちょっと確かめてみよう。加工系だけで、ああ多いだこれは。加工師以外ほぼいるわ、加工家が。これはね、あの公式ガイドブックに、公式ガイドじゃない、公式コンプリートガイドね、公式本明記されているんですけど、関係者が多いほど、またですね、この勢力ですねが存在しているという要因でですね、忠誠が下がりづらいということがあるらしいんです。特に関係者が多い、兄弟であるとか、まあ、親愛、親族、特に君主の親族ですね、近い存在だと投与しづらいということですね。ちょっと加工家が多すぎたな、これはきついな。緩急権取れない、しばし取れない、加工派取れない、どうしたらいけるんだここ。いや守りはまあまあいけてるけど、芝居も難しいですよね。芝居とか結局、いやでも芝居はいけるはず、芝居さんはこのシナリオの主人公の芝居さんでも裏切ってくれるはず。緩急圏に緩急伝もいるのか、なるほどなるほど。あでウガンが味方になってるじゃん、これはやばいな、上陸してきたら大変だ、なんとかしようなこれ。どうしたらいいんだろう、金貯めるしかねえなこれ。中規模にして金貯めてウガンぶっつけるしかないな。はい、ということで歓喜引き上げます。やることはもちろん初段でございます。大量の米とですね、金が無駄でした。これはね月50かかるんですよ金が。さあ95から下がらない加工派くん、終わりの日が来た、ごめんなさい。ここまでとは。まあでもある意味この戦術を取っていくのが一番いいかもしれない。うん、よくね関係者見ていこう。とりあえずどう動くか、このままアリ地獄のように居座って敵を吸い続けるか、それとも何か攻略法を見出して前に進むか。前に進むとすれば包囲戦力を何とか決めなければいけないんだけど、ウガンがいる限りかなり難しいで、ウガンから引き離すにはですね、ウガンと戦わせないといけないですね。それはほぼ無理かな。誘って出して戦わせるっていうのができれば一番いいんですけど。はい、1万5000出てきた、芝居だ、喜べ、ダンキュー、ブロック1しか上がんないぞあれ。芝居単体なめてんな、大前持ってるとはいえ。あ、根祖教か、死ぬよ。まずは高尊教、死なないといいんですけど、とりあえず潜ませます。で多分この歩を取ってくるんですよね、それはもう間違いなさそうなんで、行動パターンとしてはその裏を取ってなんとか止める。はい、義勇兵2回目、義勇兵だけで6000増やしております。小規模なんでね、いりませんね本当防兵が。
上兵から25,000全部隊出します。これで大尊敬6部隊芝居に向かう、芝居に挑む。芝居どう動くんだこれ。鉄壁 OKOKOK で平坦切れる。平坦切れてもあいつは士気が落ちただけ、気をつけねばいけない。あ、芝居さん取れる気になってきたけど、あれがいるか。いるよね嫁。また初段か。あ、いるわ長春か。そうですよね。あーで宗衛と親愛か。もうどうにもなんないなこれは。そうかそうか。じゃあ捉えましょう、頑張って。どうやって捉えたらいいですか。強いですよこの人。こっちの方がなんかじわ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 減ってってるんだけど。芝居の士気は77、十分強いじゃないか。罰声浴びせる、いいぞ。これで74、3しか下がらなかったじゃないかこのポンコツ。しかしこれだけ囲んでいく。お、混乱かからないんだから。混乱、まあ混乱しか持ってないからしょうがないけど、さすがにこの6人で囲む6面完全に四面楚歌だ。芝居に向かってダイヤモンドアタック。式は51、兵数は6000。お、いいぞ正射いけそうですね。なんとかさすがの芝居も手も足もで、おーっと捉えた。これはでも長春会いるから絶対無理ですよね。長春会いますね。ダメですね。じゃあトトクの芝居さん行ってもらいましょうか。まさかの初回主人公退場ということでですね、検討しております。今のところまだ検討しておる。で南下の方が力が強いですかね。力強く南下しております。これちょっとねこらえてほしいですね。え、ここもか。艦中やられたら本当終わりだなこれ。まあなんとか指導までは時間を稼いでほしい我々ですね。とにかく北兵に出て右岸をなんとか味方にすることが先決ですね。右岸まで取れればなんとか武将が5人増えますんで、そのためには北兵か。輸送がね入りますからね。まだ輸送少ないですけど、一発あたりがこれが多くなってくるともう手がつけられない。急がねばなるまい。はい、ということで初回ここまで。次回もよろしくお願いいたします。またんごー。